こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。今回紹介する駄菓子はこちらのヤオキンさんのコーラグミですね。これはね、問屋から3から買ってきた状態で、60個入りの袋の状態なんですけど、このシリーズはね、他にも3種類ほど味がありまして、まあ、コーラの他にサイダー味でしょ、あとグレープ味で、アップル味の4種類あるんですよね。で、これがもう、袋に入った状態なんですけど、まあ、小分けにするとね、こういう状態なんですよ。こういう状態ですね。でね、これ結構美味しくて、私も時々おやつに食べてるぐらい、まあ、愛用してる駄菓子なんですよね。で、今回ね、これをただ紹介して、食べて紹介してもあまり面白くないんで、これをね、4種類、4つの味をいっぺんに食べたらどんな味になるかっていうのをこのね、まあ、検証してみたいと思います。まあ時々ね食べてるんでけど、さすがに4つね同時に食べたことはないんで、まあどんな味になるか私も楽しみですね。それではね、早速食べてみたいと思います。これをね、袋を開けて、まずはサイダー味から。このね、表面にこの白い粒々がついてるんですけど、これがなんかね、酸っぱくてね、結構美味しいんですよ。で、まずサイダー味ね。うん、サイダー味ですね。うん、白い粒々がね、ザラザラしてて。じゃあ次は、アップル味ですね。この緑色のアップル味。結構2個入れるとボリューム感があって口の中がいっぱいになりますね。うーん、なんかアップルの味があんま感じられなくなりましたね。うーん、で次はもうコーラ味とあとグレープ味2種類をもういっぺんに食べちゃいますね。もう口の中がグミでいっぱいで喋りにくくてパンパンですけどね。なんかこう甘いんだけど何味っていうのがもう分かんなくなりますね。なんか味が混ざっちゃって、そのコーラ味とサイダー味とグレープ味とアップル味が混ざっちゃって何味っていうのがもう言えなくなりましたね。ただただ甘いって感じで、で強いて言うならなんかこうなんかトイレの方向性食ってるようなそんな感じになりますね。それがなんか甘いみたいな感じで、でも、とにかく甘いですね、これ。なんか今回の実験でなんとなく分かったことは、味を混ぜると分かんなくなるってことですね。まあ、強いて言うなら、なんかトイレの芳香剤食ってる感じになるってことでした。じゃあ今回は、ヤオキンさんのコーラグミ、サイダーグミ、アップルグミ、グレープグミ4種類を混ぜて食べてみたいでした。それではね、次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。